見見れば見るほどですはいさあい世の中いろいろ動き出しますよ、はい、ね会社も動き出しますし、政治もまた動き出しますよ、はい、ということです、ピンピンダラリンさんから頂い,いております安倍晋三首相はいつか三重県伊勢市で伊勢神宮を参拝後、年頭の記者会見を行った、首相は日本は積極的平和主義の旗の下。 世界の平和と安定のため一層貢献しなければならない。その明確な意思を戦後70年の節目にあたり世界に発信したいと述べ8月に発表する新たな首相談話に持論である積極的平和主義の推進を盛り込む考えを明らかにしたということですね。積極的平和主義について、えー、首相は世界の平和と安定のためにこれまで以上に貢献していくと。 いうふうに説明していますが自衛隊の海外での活動範囲が広がることなどの批判もあるようであります、うん、過去の植民地支配と侵略を謝罪した村山談話など歴史認識に関しては歴代内閣の立場を全体として引き継いでいくと強調しましたということですね まあ平和主義に積極的というのはどういうことを言うのか分かりにくいですが、それはそれとして歴史認識については、談話をするのか分かりませんが、何を言っても、また中国、韓国は良いような反応を示さない感じを持っております。それほど今の中国、韓国には、なかなか良い感想を持てません。ねえ、サザンの歌ではないですが、20世紀で懲りたはずなのに、なんでこうなるかというのが今の心境ですとね、はい。ね 周りりを取り囲む日本の環境ということですね、うんはい、だからこそやっぱその平和をいかに保つかっていうのが大変なわけでしょ、うん、あの仲良しだったら別にそのこといちいち考えなくても平和だからいいんだけどはい、はい、緊張状態お互いの国が信頼できないっていう割合がものすごく増えてる今だからこそ平和ってすごく考えないと保てない。 えー、ともかずさんから戦後70年となる節目の年に村山談話に次ぐ安倍談話を発表するということ、さっきもありましたね。はい、えー、これはお隣の中国、韓国、北朝鮮は本当に一時国、いろいろとこう、なんか言ってきそうな、えー、気がするので、やめといた方がいいですか、ね、この <laughs> 人は。やめといた方がいいです、って言ってますがね。<laughs> んはい、それより、 何より国民一人当たり800万円もの借金を背負っている日本の政治に不安が募ります一方で国民に負担を押し付け自分たち政治家の身を切ることをしない日本はいかがなもんなんでしょうかというね、はい、経済的なこと、ええ、政治的なこと、はいろいろあります大政商店車両部さんも村山談話を引き継ぐとか言ってるような発言でしたが僕的にはいつまで戦後なのかとせ、えー、せにということを世界に問うたらいいと思います いうことですアダッチャンからも頂きました中国側はすでに反日イベントを展開したり尖閣周辺に中国船を送り込むなどしておりますという、まうん、周りの環境がこういうことになっているぞと。 それからこちら、おっぱい、枕さん、安倍さんは伊勢神宮に参拝した後、今年が戦後70年にあたることから、世界に発さっきの話ですよね、はいえーま、というものを世界に発信して、英知を集結集して、新たな談話を書き込んでいくとしましたが、村山談話や河野談話を逸脱したものになってしまう恐れがあります。何しろ。 伊勢神宮の将軍が西に鎮座されると世の中が不安定な時代になっているとのことですから、えー、こういう言い伝えがあるんですか将軍、えー、の位置によってあううまあいろいろ皆さんから教えてあこ,この方松坂の方ですから、はい、僕らよりもそのお伊勢さんのことは詳しいと思いますよ。それからこちらの方ですけれどもおかると寛平さんは。うん まあ、とにかく安倍首相年頭会見で改革断行と言ってました。うん。まあ、下流の皆様には厳しい暮らしになりそうですね。でも、皆さんが選んでしまったんだから文句は言えません。思えば、小泉首相が大群衆に向かって、皆さん なんで私を応援してくれるんですかと問いました小泉さんは郵政以外には興味はなかったけど安倍さんはいろいろちょっと強欲なところがありますから <laughs> 強欲というか政治家としての意欲といったらやるしいんでしょうかねあのいろんな分野にわたって、はい、そのね 安倍さんのやりたいことっていうのは一つ一つありますありますから、ねすね、はい、うん、シンディ愛妻さんから頂い,いております物価が上がることを不安視しておりますけれどもというね安倍さんあこれまたね<な>物価上がるニュースもいっぱいおたよきてますよ戦後日本はほぼインフレだったと思います少々のインフレでないと日本の年金制度は成り立たないと思いますここ数年のデフレこそ危ないと考える選択肢もあると思いますというのは大方の 経済学者の方も言っておりますけれども、はいまあ、どちらにしてもデフレでもインフレでも過度なデフレ、うん、過度なインフレというのは良くないですが、はい、それでも、まあ、あえて誤解を恐れずに言うならばあのと僕らのね僕や小高さんで例えたりすると、はいえー、血圧が高いですよね。はい <laughs> <laughs> で、あの高いのは良くないですよ。高い。低いのは良くないです。低血圧も良くない。高血圧も良くないんですけども、うん、高血圧の方があのいろいろ危険性もありますよ。高血圧でバーっとなんかペテンいっ,ってしまうようなこともあります。はい、高血圧の方が薬がたくさんあるんです。うんうん、だから血圧を下げ下げる薬のはたくさんあるらしいです。はい。 低血圧の人の血圧を上げるのはね、うん、薬の種類としても結構少ないらしいんですこれまたなんで今の医学のあれで、うんうん、発達の仕方でだ,だから対処の仕方は高血圧の方がお医者さんとしては対処しやすいです、うんはい、低血圧の人を上げるいうのは結構医療的に難しい、うん、それと同じようにと言ったらいいかも分かりませんがデフレの特効薬はごめんなさいインフレの特効薬はたくさんあるんです、うん デフレの特効薬にはね、なかなか難しいらしいです、ですから、あのどっちもだめですけれども、はい、インフレになった時にインフレを抑えるいろんな手法というのはね、割と確立されているんです、はい、でもデフレを脱却させるというのはね、はい、そこでいうなら、血圧はですね、はい、あの高血圧なら高血圧なりにずっと保ってるのと、うん、低血圧なら低血圧なりにずっと保ってるのはまだいいんです。はい、乱高下、はあ これがいかん,らしい,んですよいいね、これ、たとえるのに。自くさい話ですけどね、18歳とかもやっと分かるようになりました、言うけど、あんまり血圧のうんぬいのは <laughs>、はい、聞きたないかも分かりませんしね。それでもってあの、高血圧の,あの病的っていうところでいくと低血圧も高血圧も病的なんですけど、はい、高血圧の人の方が動きは活発、はい、あそうかも分からん、はい、あどん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 血液が回ってってますでしょう。はい 締結私はもう今日も心配はうことなしですど。っちも病的なのはいかんのですけど、現象としてはそう、いいね、たとえ。方。だからまあ、インフレの方が、いろいろこう、都合としてはフレよりもいいかもしれない。ただし、あまりの急激なものはいかない。だからもちろんですよ。だって私なんかもね、あの、昔切手集めてましたけどもね、友達に自慢してましたよ。1億円切手とかね。 そんなんありました、ね、5,000万円切って5,000万、まあ、円というのは嘘ですよ、はい、5,000万とか1億みたいな数字がばーっと並んでるで友達にえ「どうや俺こんな持ってるぞ」って親父にも自慢したら「これインフレやからな <laughs> 切手の値段がこういうふうになっとんねん、はあうん、インフレやとこんな切手でもねこんな数字並ぶやぞって」て、はい 僕は小学校の時に、ああ、インフレになると、むちゃくちゃ数字が並ぶんやなというふうに思いましたけどもね、はい、だ,ねだからそれはもう高度なやつで、またこれも困りもんですが、はい、あまあどっちかといえばですね、そうですね、血圧の薬飲むの忘れてた、<laughs> あのね、<laughs> それは、自分の心の中でつぶやいてたらいいんです、この公共の電波に乗せんでいいと思います、れ <laughs> そせでくれてありがとう。<laughs> ままんやなこの方が緩いな <laughs> なんかもういはいに、はい、もう一つだけいこうかな、はい、ええー、小り満月さんから頂い,いておりますが安倍さんのねまあいわゆる改革断行というね言葉でいろいろこう改革を大きく前進させると意気込んでおりましたそれはそれで期待しますけれどもと、まあ、いろんなね、はい、近隣諸国のことやら防衛問題やらいろいろ経済、うん、この人はね僕が考えるあの いわゆる、えー、喫緊のお一番大事なね差し詰め一番大事な課題の一つは皇室転半の改正ですとはこ<ー>の方は言っておりますね、はい、秋篠宮佳子さまあ、が成人されましたもう間もなく適齢期を迎えられ皇室を離れられる日もそう遠くないと思いますそしてねあのいろんなこういう愛子さまなんかも結婚されたら、はい、皇室はですね悠仁さまお一人になってしまう 皇、はい、室典範では皇位は男系男子となっていますがこれを改定して、えー、女性宮家の創設と女性、えー、女系天皇を認めるようにしないと皇と、えー、いわゆる皇室がですね 断絶してしてままいますそんでいいといいんであればいいんでしょうけどもいいと思わないという日本人がいるとしたらここをきちんと考えていかないかんのではないですかね安倍首相の悲願は憲法改正のようですがその前に皇室転半を見直すことが絶対に先だと思いますというところは私が、うん、この方はその皇室がだんだん女性宮家がないと、はい、だんだんと。 途絶えててしまいまままいいすすすよ、うん、ととうこともありますが私が私毎回言ってます皇室典範で書いてほしいのは終身天皇制をなんとかしてほしいな、うん、今の陛下のお姿を見ておりますとなかなかあのご公務激務やろうなという,う、ね、あの終身天皇制が日本の伝統であるというんであれば私は黙ってしまいますけども昔から途中で天皇皇代ないくらでもありましたもんねこういうゆずって、ええ そののところのそのそのこう擦り合わせてどうだってあれは。あの 天皇の魂がこう、移っていくので、終身でないといけないっていう理由もあるわけでしょう全くないですよ、生きてる間に魂を交換すればよいと思いますよ。いうことなので、でも坪井さんが言う、それ、終身天皇制をっていうことであれば、計にいにお世継ぎ問題が出てくるわけですから、どうするのかっていうことは、もっと考えないといけませんよね。昔はこんんんななななかかかっったたでです 知ってますかどうしてまあ,あえて言いますけども、はい、側室がたくさんおられたんですなんでそんな嬉しそうに言うんですか <laughs> 側室がおるが、男の子でも何でもいろいろこう、うん、生まれなったりもしましたけどもね。まあまあね今こういう、ねはい、一歩一歩制であると、はい あの世の中でやっぱりあの女の人が多いじゃないですか。うん、人工的にも。うん、なんかね。うん、はい。ああいうことになってしまうということでしょうかね。うん、はい。まあ、いろんな方面からやっぱり、ね、天皇制もどうするのか、経済どうするのかと、ね、防衛どうするのかと考えないかん時期かもわかりません。